はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、以前僕の動画でも何度もお世話になっておりまして、イベントなんかもね、お手伝いさせていただきました南柏にございました麺屋シンクさんが東京都の葛飾区金町に移転したということで、本日はですね、このシンクさん新店舗に訪れております。以前最後に動画でお伺いした際は、人気メニューだったトマティーナというトマトを使った二郎系のメニューが販売を中止してラーメンに一本なりましたと、そのタイミングでお伺いしたんですけれども、移転前から移転後にかけまして、その人気メニューだったトマティーナ復活しました。本日はですね、そのラーメンとトマティーナで、おそらくですね、動画公開している頃には多分販売が始まってるであろう混ぜそば、このね、合計3杯を本日はいただいていこうと思います。で、普段だったら自分のね、食べたいトッピングを追加して食べるんだけれども、本日はお店おすすめのこのメニューであれば、このトッピングが合いますよというおすすめトッピングですね、お任せしておりますので、皆様もですね、こちらのシンクさんに来る場合は、ぜひお店おすすめ構成、トッピングをね、参考にしてもらって食べてみてください。で、1杯目はまず通常のね、ラーメンをいただいていこうと思いますので、メニューがね、完成するまでもう少々お待ちしたいと思います。はい、ってことで本日のですね、1杯目が到着いたしました。1杯目がこちらでございますね。ラーメンということで、めちゃくちゃうまそうなんで、早速ですね、こちら出来たていただきたいと思います。こちらのですね、ラーメンにトッピングさせていただきましたのが、生姜油付きメンマに生卵ダブルということで、ちょっともうこのこぼれそうなスープからいっちゃいましょうか。うまっ。ちょっとね、スープこぼれちゃうんで、具材もねいかないと。で、またこの油のかかったね、豚野菜たまんないね。これね、皆さん見てください、この自家製麺ですよ。めっちゃくちゃうまそうじゃない。うわ、うん、ちょっともう豚もちゃおうか。これ豚やばくない？これ、いや、この豚とんでもないですね。うまそう。いろいろとトッピング試したいところなんですけど、このベースがうますぎて、もうちょっとね、何かつける前に食べさせてください。そしたらこの辺りですね、トッピング油入りメンマでございますね。こちらのメニューこんな感じなんですが、うわうまそう。ちょっと一回ね、そのまま、うん、ちょっと一旦このメンマと、見てください、油とメンマの照りよ。うわ、今回生卵ね、ダブルでいただいたんですけど、一
一個だけ、もう一個はちょっと混ぜそばにね取っとこうかな。ちょっと今これですね、卵溶きましたんで、このね麺をうわあつけまして、やっぱりねこのつけすき焼き風がうまいんですよ。うん、あぶね、うん、この残ったね油入りメンマ、これをねこう具材にして混ぜそばにしても絶対美味しいと思うんで、最後はねここにちょっと入れつつ、ということで、ただいまですね、一杯目のラーメン完食させていただきました。ごちそうさまでした。これね、食べ終わった後見てもらうとわかるんだけど、この下の方の濃厚な部分のスープと、これ、ね、上澄みの澄んだ油、これがね、最高にうまかったですね。ということで、本日もですね、2杯目のラーメンが到着いたしました。2杯目にいただきますのが、トマティーナということで、これよ。うまそう。そしたらこちらも早速いただきます。で今回ですね、こちらのトマティーナ有料でいただいたのが玉ねぎにチーズでカレー粉と燻製味玉でございますね。ちょっとこれスープいっちゃいましょうか。いや久々だなトマティーナ。絶対前よりうまい。今までのももちろん美味しかったんだけど、すごくね重たい重厚感のあるトマトスープだったんですよ。ただ今回はベースのスープがねすごくすっきりとしたスープでコクのあるスープなので、トマトの酸味との相性がバチッと決まってるね。これ好き、これ好き。本当はね動画だとあんまりねこういうテンションでやめとこうと思ったんですよ。そういうの苦手な方も結構いらっしゃるので、ゆっくりをついて食べようと思ったんだけれども、ごめんなさい無理かもしれない。今日僕のこのラーメン人生の中で本当にトップレベルでもう好みにね今ね刺さりすぎてまして、ちょっとあのテンションが今上がってます、ごめんなさい。めちゃくちゃうまいね。うん、ちょっと豚いっちゃうか。ちょっとこのあたりでこの麺ですね、よいしょ、うわっと、これよ、こちらのトマティーナなんですけれども、無料トッピングもいろいろとございまして、野菜、ニンニク、油で唐揚げにバジルと、通常のラーメンとは違ったこのトマトに合うトッピングね多数ありますので、お好みでね調整していただければと思いますが、個人的にはね本当にもうバジルとか唐揚げぴったり合いますね。一回ですねこれバジルとかチーズ混ぜ合わせて、うん。
唐揚げを和えることによって、いわゆるアラビアータのようなね、ちょっとスベリッとした辛みが加わる、そのね、変化がね、すごくいいです。そしたらちょっとですね、このイタリアン感を楽しんだ後に、この辺りでこの有料のね、カレー粉ですよ。思わず大きい声出ちゃった。じゃあ今回ですね、このトマティーナの最後、燻製味玉ですね。これ前の動画とかでも何回かお話ししたんですけど、この燻製味玉、外側にねしっかりと香りがついているものなので、最初にね入れちゃうとラーメンがねその香り強くなっちゃうんですよ。だからね、この味玉も味変みたいな感じで中盤とかにねラーメン入れていただくと、結構その変化をすごく楽しめるいい味変になると思いますので、そんな感じでお試しください。で、このさ、スープがこうチーズ溶け出してくると、もう本当にね、混ぜそばかのごとくスープが絡んでくるんですよ。これがね、また食べてて美味しいね。今ね、現在ではやっぱ移転直後なので、冷凍の持ち帰りラーメンとかは販売を中止してるんですけれども、まあ6月7月ぐらいには冷凍ラーメンの販売を再開する予定だそうで、ぜひですね、それ再開された際にはご自宅でこのトマティーナ試してもらって、チーズあえてこのね最後にご飯を入れる、もうそしたら絶対最高なんで、皆様本当に自宅でもちょっと試してみてください。うまっ、ということで本日のね2杯目トマティーナ完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日最後にいただくラーメンが到着いたしました。こちらでございます。混ぜそばですね。この混ぜそばなんですけれども、動画を公開する頃には販売を予定しているメニューなんですけれども、まあ、もしかしたらね若干販売スケジュールの変更がある場合もありますので、詳しい詳細につきましてはこのメアシンクさんの公式のツイッターをご確認ください。そしたらね、ちょっとこちらのメニューもいただきたいと思います。で、今回の混ぜそばの有料トッピングはこちらの紅生姜ですね。じゃあトッピング今乗っているものが、ニンニク、かつお節、から揚げにフライドオニオンかな、で野菜と豚で、有料トッピングの紅生姜と、まあ、このさ、トッピングのガリマヨ、これ食べる前からわかるこのジャンクさがもうたまんないね。たらこの辺りでですね、最後にこれ取っといた生卵を直割りしてね、まあ、一緒に混ぜそばと混ぜていきますね。うわ、締めにはこう黄身を絡ませたこれですよ。
ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら麺屋シンクさんで3杯ですかね、メニューいただいてまいりました。元々のね、移転前からももちろんこちらのラーメン大好きだったんですけども、正直ですね、今の方が好き。これはね、本当にもう好みによってしまうとは思いますが、本当に今のこのシンクさんのラーメン大好きです。で、こちらですね、卓上の方にはブラックペッパーや唐辛子で返しと、調味料ももちろんあるんですけれども、今日はですね、移転後一発目、お店おすすめのトッピングということで、企画がねぶれないようにこの卓上は使わないようにしました。ただですね、もちろんトマティーナなんかには特にこのブラックペッパーなんかも合いますし、生卵にはね唐辛子なんかも入れて、それをね麺につけるみたいな感じで、つけ卵にしてもさらに美味しくなったりしますので、皆様もですね、お店おすすめを参考にしつつ、ご自身でもね食べたいトッピングなんかも追加して、自分オリジナルのこのシンクさんの美味しいラーメンを見つけてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄から合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。いや、シンクさんね、もうほんと移転前からずっとお世話になってますし、もともとね店員さんとも飲み仲間ではあるんだけど、なんかほんと進化しすぎ、びっくりする。まあ立地もね、南柏から金町ということで結構ね近いので、もともと行っていたような常連のお客様もね、そんなに行けないみたいな距離感ではないとは思うので、昔もね食べたことあるよってお客様は多いと思うんですけれども、すごくないですか進化、マジで本当にね、気になってる方ぜひ行ってください。ほんとシンクさんうまいです。で、まあ、冷凍の商品だったりとかね、混ぜそばの販売だったりっていう、まあ、詳細に関しましてはね、公式のツイッターの方で、詳しくですね、販売時期の方は確認していただければと思います。で、最近ですね、最近というか、ここ数日ですね、ガチチャレンジが、ちょこちょこ出てきております。で、ちょっとね、いろいろ編集をすっ飛ばして、明日じゃないや、次の動画か。次の動画に関しては一本で出したいものがあって、これマジのガチのガチのガチガチチャレンジなので、ぜひ見てください。見てくれないとちょっと悲しいぐらい頑張りましたんで。はい。ということで、本日の雑談コーナーは以上で、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。